全部の歯が虫歯で、インプラントにすることができるのか、あるいは費用はどのくらいかかるのかというお話ですが、全部の歯が虫歯でも、それほど、歯を抜かせていただくというところにつながるかどうかは拝見しないと実は分かりません。歯周病が進んでいる方の場合はかなりの確率で歯を抜かせていただくということが多くなるんですが、虫歯の場合は上に歯が残っていない状態でも歯自体はもしかしたら残るかもしれませんし、そこに土台を立てて管をかぶせることで対応ができるということも多くのケースではあります。歯周病が強い場合は先ほども言ったように、抜歯になることが多いんですけど、もし全部抜かれたとしたら、じゃあどんな対応をするかというところが、インプラントの出番になってきます。抜歯の即日にインプラントを埋入し、それを使ってその日のうちに何とかする技術、例えばオールオン4あるいはオールオン6なんて言われている技術と、一旦埋入した後に、入れ歯などで対応してもらい、その後にきちんと2回目の手術をしながら歯を作っていくっていう方法もあります。私は急いでいらっしゃらないなら、後者ですね、一旦手術をさせていただいて、入れ歯等で一時的な仮歯をしのいでいただき、その後にきちんと治させていただく方が丁寧な仕事となりますし、安心安全なインプラントの埋入になってくると思いますので、お勧めしています。そういったお話は直接させていただきますので、いつでもご相談に来てください。本日は以上です。